歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今の時間が何時、9時半ぐらいかな。だいぶ涼しくなりましたね。全然いい天気なんですけど、これならね暑くないんでどんどん撮影していけるなという状況になって嬉しい限りです。まあでもすぐにね寒い寒いになるんでしょうけど、で今回なんですけれども、先に言ってしまいますと、右手の使い方についての解説になります。でこの右手なんですけど、まあ、右利きゴルファーであれば右手は使っちゃいけないとかっていう風に言われることが多いかなと思うんですけれども、これ大事なんですよ。右手、右利きの方はだって何十年右使ってるんですか。こう字書いたり何したりって、その右手を使わないなんてもうこれほどもったいないことないんですよ。当然左打ちの方は左手ですね、左利きの方は左手。ただそのやっぱ使っちゃいけないとか強く握っちゃいけないだとかなんだとかってそういう風に言われてることが多いので、この右手をおろそかにしてる人が非常に多いんですよ。なので今回は右手のことについて徹底的にやってきます。もちろんメインとなるのは、これを鍛えるための練習方法になるんですけど、ちょっとね落ち葉がすごくてね、今欲しい、今ね一番欲しいのブローが欲しい。風でねブワーッと飛ばすやつね。はい、右手ちょっとか、多分まあいいか。この右手もまずは8時4時なんですけど、片手、いつも握ってる位置を片手で握って8時4時、8時4時っていうのはクラブヘッドが上に上がらない動き、クラブヘッド下です、この視界の中に収まってる動き、体回すとかそんな考えなくていいです。8時4時まずこれが大事なんです。で私今これ簡単にポン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 やってますけど、これが振りにくい、そして小さく振れない、大きくなってしまうという方はまず握り方をチェックしてください。握り方が悪いとまずこう振りが安定しない、まあ安定させようとしてギュッと握っちゃえばこれぐらいの小さい動きだったらこうやってやって打てちゃうんですけど、まずこの時に気をつけてほしいのがグリップで、ここね私浮いてるんですよ、いつもベースボールで握っても、ここ本来こうやって親指が入るところは私浮いてます。まあ普通にベースボールじゃなくて普通に握ってる方であればここに親指が入るんで、片手打ちの時はここ浮いてる方がいいです。そのようにこの手を、まあこれはもうもはや古い握り方と言われるかもしれないんですけど、私が皆さんにお勧めしたいのはこういう握り方、こうではなくてこういう握り方です。平で持つんじゃなくて、の平で持つんじゃなくて指で持つ。なのでこの手の甲側がこういうふうに丸まってるんじゃなくて、ちょっとこう甲側に手首が折れてるような状態。なんでかというとこの手のひらとフェースの面がセットなので、フェースの面と手のひらが合ってないと非常にこれは振りにくくなる。そして先ほど言いました小さく振れない、大きくなってしまうというのは、この握り方が悪いとスタートで手首グリンって動かしちゃうんですよ。そうするともう小さく振れない、自分で振ってるつもりはないんだけどヘッドこっちの方まで上がってしまうんですよ。そしてその手首がグリンって動いてしまう人は当てるのも大変、なんだってこんなにもうクラブがたくさん動いてる、フェースの開閉がめちゃくちゃ大きいから、このまま行っちゃえばあまた場外、とんでもない右、シャンクじゃなくてフェースの面に当たってても右行くし、でそれ戻そうとすれば今度はまた場外、
とんでもない左行っちゃうしって、もうこれだけ安定しなくなる。それはそうですよ。フェースがこれだけこうやって動いてたら安定しない。これはフェースの面と手のひら合わせとけば、ここセットでこうやって動くから安定するんですよ。これがフェースの面はこっち向いてます、手のひらは前向いてますなんて言ったら、これ安定しないですよ。ですので、まずこの片手でこのフェースの面と右の手のひらがセットになる握り方をしっかりと確認、また改善をしてほしいんです。ここがセットになってればこうやって簡単なんですよ。こうやって小さい振り8時4時めちゃめちゃ簡単。はい、パターの延長ですから、パターの延長で。もう一つ、手首じゃなくて指導で肘がこうやって動いちゃう人いるんですね。これもまた片手打ちだと振りにくくなりますし、片手だと頭が重いから頭の重さでこうやって動くようになるので、スタートがまず肘動くんじゃなくて手首からこう動いてくれるようになるんです。自然と手首から動くといっても、先ほど言ったようにフェースが開く手首の動きじゃなくて、フェースの面が変わらない手首の動き、この手がグリッと回るんじゃなくてこのままこう動くので、フェースの面は変わらない。この手だけでいくと、ここからこう動いてこういくんです。こうじゃないですよ、こういうふうにいきます。こういきます。フェース開いてないです。正面から見たら開いて見えるけど、自分の方から見たらスクエア。そして戻ります。こういきます。手だけでやるとこうです。これは別にこうローテーションじゃないんです。全然ローテーションじゃないですよ。フェースが開く動きを抑えて振っているというような、言葉に説明するならそっちの方が近いと思います。バックスイング、とにかくフェース開かないようにすることで手元とヘッドが同じく動く。こういうふうにヘッドだけ大きく動くということはない。こういうふうになります。そしてそのままダウンスイングも開くことなく、常に自分の方から見たらフェースはスクエアのまま。これをこの8時4時で徹底的に、だ別にボールじゃなくてもプラスチックの球なんかでもいいので、家の中でね、それこそ昔紹介したここに使ってる100均のね、芝はでもまあ絨毯の上でも全然いいんですけど、それで小さくこうやってポン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 やってるだけで、ここの指導が変わるんです。多くの方は指導で手首動いたり肘動いたりするから、もうそこでもうずれちゃっておかしなことが始まるんです。だここの指導を徹底的に、何もしないフェース開かないこの指導を覚えていけば、それだけでスイングが変わるし、ショットは安定してくるんです。だから8時4時、まあ、右手疲れたら左手もやってもらえばいいんだけど、左は別にいいんですよ。もうとこんぐらいのちっちゃい方がフェース開かない、もう パッとの動き、フェース開かずにこんなもんでもいいんです。だから別にパターマットでこうやってやってもいいのね、片手でね。そのぐらいスタートのここが重要なんで、これねぜひやっていただきたいね。でまたなんでこの動画をやろうと思ったかっていうと、先日ねラウンドレッスンした方、どうしても肘がこう入る方だったので、ラウンド中にね、右手の片手素振りしてって言ったんですよ。そうするとこの指導が変わるので、ここのトップの位置も変わってくる。今日は指導だけ解説しましたけどね、その指導が変わればその先も変わってくるので、まあこれでね、あ、振りやすくなったぞ、このグリップならいいかな、8時4時もうまくできるようになったぞっていう状態になったら、もちろんね大きくしてもらっていいですし、ちょっと大きくこう素振りしてもらってもいいです。あ、なんか今までと違うなとか、この右手首で感じることだったり、この右腕の動きそのものに今までと違う動きを感じたりとか、あ、右腕ってこうやって動くものなのかっていう風なね、いろいろな気づきがあると思いますので、ぜひ皆さん
歩ける限りゴルフを楽しむために右利きの方はこの右手を生かしてください。左利きの方は左手ですね。はい、というわけで今回はこの右手の使い方を解説しました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。ファーシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。